インターロイキンマイナス6は T 細胞やマクロファージ、等の細胞により産生されるレクチンであり、液性免疫を制御するサイトカインの一つである。イルマイナス6は1986年に、総方的 DNA がクローニングされ、イコイルマイナス6は手術の生理現象や炎症、免疫疾患の発症メカニズムに関与していることが、明らかになった。イルマイナス6受容体は、 分子量130系だの糖タンパク質である GP130 と会合して、細胞内にシグナルを伝える。GP130 はイルマイナス6需要体以外にも、イルマイナス11需要体を、はじめ、白血球有層素,素子因子、オンコスタチン M、毛様体神経栄養因子等に対する需要体とも会合し、これらの分子は、L、イルマイナス6ファミリーと呼ばれる。近年では、 イルマイナス27よびイルマイナス31もイルマイナス6ファミリーに属すると考えられている。また、イルマイナス6は脂肪細胞から分泌され、脂質代謝に関与するアディポカインと呼ばれるグループに属する。イルマイナス6の立体構造。ヒトイルマイナス6遺伝子は4つのイントロンとエキソンを持ち、染色体上の7二2 1に位置する。 人のいるマイナス6は212個のアミノ酸から構成される線具体ペプチドとして産生されるが、アミノ元側末端のシグナルペプチドが除去されて、最終的に184アミノ酸残機のペプチドとなる。マウスでは211残機の線具体から24残機が除去されて成熟する。人とマウスにおけるいるマイナス6の相当性は、遺伝子レベルでは65%、 タンパク質レベルでは42%である。ヒトイルマイナス6のアミノ酸配列中には2カ所の、糖査就職部位と4カ所のシステイン残機を有する。イルマイナス6は T 細胞や B 細胞、繊維目細胞、単球、内皮細胞、メサンギウム細胞などの様々な細胞により、産生される。マクロファージは、細胞表面の通る様受容体を介して、 リポポリサクカライドの刺激を受けることによりいるマイナス6をはじめとした様々なサイトカインを分泌することが知られている。また、変桃腺リンパ球や繊維目細胞においては、プロテインキナーゼシーゾン的なシグナルによりいるマイナス6の発現が更新することが報告されている。骨格筋もいるマイナス6を分泌することが明らかとなっており、骨格筋の収縮時に分泌される。 筋肉において、イルマイナス6は、イリシンと共に、筋肉内脂肪の利用を促進する。イルマイナス6やイリシンのように、骨格筋収縮に伴い分泌され、オートクライン、パラクラインあるいは、ホルモンとして、遠隔標的臓器に作用する、タンパク質を総称して、ミオカインと呼ぶ。イルマイナス6は、最初に、ミオカインとして同定されたサイトカインである。 筋肉内でのイルマイナス6シグナルは、TN 化用等や NF カッパ B 活性化とは完全に独立しており、抗炎症サイトカインであるイルマイナス 1RA とイルマイナス10の酸性を刺激し、抗炎症性サイトカイン的に作用する。イルマイナス6受容体には、膜結合型イルマイナス6受容体の他に、人の血清や尿に存在する分泌型の 可用性イルマイナス6受容体が存在する。分泌型は、膜結合型受容体の細胞内領域及び膜、貫通領域を除去した構造をとり、分泌型受容体も、膜結合型受容体と、同程度のイルマイナス6親和性を示す。シルマイナス 6R は、イルマイナス6受容体切断酵素の働きによるイルマイナス 6R の切断、または、 選択的スプライシングにより生じ、膜結合型と同様の働きをすることが可能となる。これらの受容体は単独では、シグナル伝達能を有していないために機能することができず、GP130 と会合することによって、初めてシグナルを伝達することができる。GP130 が様々な細胞に幅広く発現しているのに対して、L-6R は肝細胞や胞中球などに、 有意に発現している。関節の滑膜細胞などのイルマイナス6受容体を書いた細胞も GP130 は有しており、イルマイナス6と解合したシルマイナス 6R が GP130 と相互作用することによってイルマイナス6に対する反応性を獲得している。イルマイナス6受容体にリガンドが結合するとイルマイナス6受容体は GP130 と会合し、以下の経路で細胞内へシグナルを伝える。イルマイナス6が受容体に結合すると、GP130 のティール683残機に結合している j a ク1 2が活性化し、GP130 のチロシンリン酸化を行う。この GP130 のリン酸化チロシン残機が、スタッド1、3分子の SH2 ドメインとの結合部位となる。 転写因子である Stat1、3は SH2 ドメインを介した、ホモあるいはヘテロの2両体を形成して活性化し、核内へ移行した後に DNA 上の配列に結合することにより、転写活性化を引き起こす。GP130 の t ィール7 5 9に SHP2 が結合すると、アダプタータンパク質である GRB2 を介して SOS1 を活性化させる。 SOS1 は GDP、GTP 交換反応により、細胞膜と結合している、低分子 g タンパク質であるラスを、活性体に変換する。さらにラスは、ラフマイナス1を、活性化し、ラフマイナス1は、メックを、メックは、アークをというように次々とシグナルを伝えていく。活性化したアークは、核内へ移行した後に、NFL マイナス6の活性化を引き起こし、 二状態形成を誘導する。NF イル6二状態は転写因子として働き、DNA 上の配列に結合することにより遺伝し、発現調節を行う。イル6次状態の活性化は、ジャックスタッド経路や、マップキナーゼ経路のシグナル伝達経路以外にも、SHP2 や s o スと呼ばれる分子を誘導する。 これらはいずれもイルマイナス6によるシグナルに対して抑制的に働く。イルマイナス6は増血や炎症反応などにおいて重要な役割を果たすサイトカインであり、イルマイナス8や MCP マイナス1などのケモカインの酸性更新、およびアイカムマイナス1、ビカムマイナス1などの細胞接着分子の発現更新、B 細胞から、 抗体酸性細胞への文化促進などの整理作用を示す。また、イルマイナス6は活性化した樹状細胞から分泌され、制御性 T 細胞の活性を抑えることが知られている。一方で、T 細胞サブセットの一つであるス17細胞への文化促進を行う。イルマイナス6はハイブリドーマの増殖においても必要な因子である。ありがとうございます。